第22号科学衛星日野では日本の国立天文台と宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部がアメリカの NASA、イギリスのプパークと共同で開発した太陽観測衛星である。日野では先代の太陽観測衛星陽光の観測成果をさらに発展させることを目標に開発された。陽光は太陽表面活動と 太陽磁場との関係について多くの発見をしており、その後もエサと NASA が共同で開発した太陽観測衛星、双方や NASA のトレースによって詳細な研究が行われているが、当期ではその延長としてコロナ加熱問題や太陽フレアなどコロナ内部における爆発現象の発生過程の解明、特にそれらの太陽磁場の微細構造との関係を詳細に 掘り下げて調べることが主な目的である。実用的な目的としては宇宙天気予報の基礎を築くことが挙げられる。フレアによって放出された宇宙プラズマは地球磁気圏との相互作用によって磁気嵐を発生させ、これらが人工衛星の故障や宇宙飛行士の健康被害、無線通信障害、送電線の異常電流などの原因となっている。 2004年から2008年にかけて、コゼスという宇宙天気予報のための国際的な取り組みがなされており、その中で当機は特にフレアの発生を予測できるようになるための基礎研究に役立つと期待された。ソットは可視光波長で太陽を観測し、その変更を測定することで太陽表面の局所的な磁場ベクトルを詳しく調べるために開発された。 複数の波長域に対応したフィルターとスペクトロ、ポラリメーターを搭載し、高級から再層を観測ターゲットとする。光景は50センチメートル、空間分解能は波長によるが0.2から0.3秒角、視野は直径400秒角、CCD 画素数は2000、2000である。望遠鏡部は日本の国立天文台が開発、検出機は NASA の担当で、 ロッキード・マーティン太陽天体物理学研究所が開発した。アイスは高い空間分解能で波長17から21ナノメートルと25から29ナノメートルでのスペクトルを観測することにより、高級や細層とその外側にあるコロナとの間で起こるエネルギーの移動を調べるために開発された。この二つの領域間には繊維層と呼ばれる領域があり、 ここが主な観測ターゲットとなる。また、太陽大気中での磁力線の振る舞いも観測対象となる。陶器では、太陽表面の観測を、ソットがコロナの観測を、XRT が主に担当するが、アイスは観測領域的にも意味的にも両者の橋渡しをする存在と言える。双方にも同様の機器が搭載されているが、陶器では解像度、 波長分解能ともに3倍に性能が向上している。SOLARB 提案時に日本の国立天文台がこの装置の提案をし、イギリスのマラード宇宙科学研究所がまとめ役となって、イギリス、アメリカ、日本、ノルウェーの4カ国9機関の協力のもとに開発された。XRT は高温のコロナを観測するための基本的な装置である。 観測波長域は0.2から20ナノメートルであり、温度で言うと100万度以下から1000万度以上までをカバーする。特に1000万度以上の高温域は、双方やトレースでは観測できなかった部分である。空間分解能は1秒角であり、陽光に搭載された南ン x 線望遠鏡の3倍である。視野は34分角であり、太陽全体を捉えることができる。 望遠鏡部分はアメリカのスミソニアン天文台が、検出機は国立天文台と JAXA、i s セ s が開発した。なお、日の出は蒸気観測装置を保持するために0.1秒角精度の姿勢制御能力を備えており、衛星の規模から考えると非常に高精度な姿勢制御システムとなっている。開発は三菱電機が担当した。 日の出の打ち上げ対応表面は6000度なのにも、かかわらず、上空のコロナは100万度の状態が維持されている、現象。ありがとうございます。